皆さんこんばんは、戸田和之です。ただいまナゾンに向かってます。今日はですね、この後深夜1時半から、プレミアリーグ23節かな、リバプール対マンチェスターシティの試合を解説します。で、まあ今日は日曜日ですが、深夜の1時半からの試合ですし、まあやっぱりリバプールとマンチェスターシティの戦いなんで、おそらくまあたくさんの人見てくれるんじゃないかなと、思ってますが、今動画を回しているのは、カメラ回しているのは、まあ試合前にどんなことを自分が考えているのかって先に言っとこうかなと思いまして、で試合終わった後にまた出す動画にこれくっつけちゃって、で皆さんに楽しんでもらえたらいいなと、こういうことで、カメラを回してます。でまあ、試合前 の、 あの監督の記者会見のところなんかでは、まあ、ユルゲン・クロップがシティはクリスマスのところに2週間休みがあってと、まあ、コロナのところで、まあ、シティの方が少しあの日程的に有利だみたいなことを言いまして、でそこは実は、まあ、事実誤認だと思うんですけど、実際はあの28節のエバートン戦が流れたんですが、1週間しか空いてなくて、まあ、シティ側もたくさん COVID の感染者が出てしまったんで、まあ練習もできず、で、チェルシー戦にそのままこう臨む感じになったと。まあこれはペップ・グアリオラ監督で話してましたけど、14人しかいなかったですかな。まあ僕そのチェルシー戦も解説担当したんですが、あのまあどういったプロセスを踏んだかわかりませんけども、すごくいい試合でしたね。すごくいい試合でした。4局面トータルでしっかり考えてチェルシーに勝つためのフットボールをマンチェスター市が展開したという意味では素晴らしい試合でしたが、まあ実質1週間しか空いてないんですよね。マクロップ監督もちょっとプレッシャーかかってるんでしょうし、うん、まあらしくない発言だなと、モリーヌだったら言いそうなことなんですが、ユルゲン・クロップはそういうことは基本的には言わない人なんじゃないかなと思ってずっと来たんですけど、まあなかなかうまくいかない現状に、まあ対するフラストレーションなんですかね。うん、まあ実際2週間空いてなかったので、まあそこはグアリオラも言ってましたけど、まあそんなことが監督会見でもあったと。で、リバプールは、前節はブライトンに敗れてしまったわけですね。で、その前の2試合がウェストハムと、スパーズに共に 3-1 で勝って、で、その前にまたバンリーに 0-1 で負けてると。で、まあ現地の、まあ僕、まあちょいちょいそのアスレチックっていう有料の、サイトになるのかな、あれ。まあおそらくはあの無料で見られるところよりはもっとこう分析要素が入ったアーティクルが読めるサイトがあるんですが、アプリか、まあそれ取って読むんですが、結局リバプールが敗れてるチームはやっぱり真ん中より下のチームが多くて、まあ基本的に今リバプールやっつけるんだったら、まあ下がって人を並べて、それからスペースをなくして、まあ早いカウンターを打つと、まあまあありきたりな表現になっちゃうんですけど、まあそんなことが書かれてましてね。で、まあ、今にこう始まったことじゃない、ひょっとするとリバプールの問題点というか、まあ、変化した部分が、もちろんセンターバックもいないっていうところで、正式今の成績に影響している部分はあるんですけども、ただまあ昨シーズンから今シーズンの移行のところで言うと、まあ、チャンピオンズリーグはアトレチコマドリーに、初戦 0-1 で敗れて、で次がホームのアンフィールドで戦ったんですけども、まあ、そこも 2-3 で敗れるという、まあ、延長まで行ったんですけどね。で、まあ、必ずしも、こう、試合を支配しなくても、まあ、走る部分も含めて勝ってきたリバプールなんですけど、まあ、おそらくは、ブバツっていうコーチが、ラインダーさんだったかな、オランダ人のコーチに変わってるんですけど、まあ、そのあたりからやっぱりボール保持もしっかり取り入れて、まあ、4局面あるうちのやっぱ攻撃のところに手をつけつつ、まあ、スケジュールも当然ハードですし、まあ、今のフットボールやっぱり苦手な局面はできるだけなくしながら、自分たちの強みをしっかり作って、その上で相手を凌駕できるプランを作ってっていう形になってるので、まあ、ボール保持もしっかりゲームコントロールができるっていうところで、リバプールはまあ、安定した戦いを手に入れられたはずなんですけども、ただまあ昨シーズンも実は終盤に差し掛かるにあたってかなり失点数が増えたと、まあ、知ってましたし、
まあ、ボールを保持するってことは相手の出方次第では、まあ、先ほどその現地のアスレチックっていうサイトの中でアプリの中のアーティクルで言われてたように、まあ、相手が下がったりスペースを消したり人数揃えられるとやっぱ入ってくるのに苦労するわけなんで、そこをこじ開けるために何が必要なんだっていうところを考えると、もともとやっぱりリバプールにはもう少し大きなスペースとかが必要 でそのスペースが残ってる間に駆け抜けるような、まあ、速い攻撃があったりとか、もちろんカウンタープレスがあったりとかっていう部分が、まあ、生命線だったようには感じるんですよね。だからそういったところが、まあ、少しずつチームのスタイルが変わっていった中で、ボールは逆に言うとまあ持てるようにはなりましたし、まあ、当然相手も順位とか、まあ、状況によっては下がりますから、まあ、持たされてっていう形になり得る部分もあるんですけど、まあ、そういったところも、まあ、リバプールが少しずつ変わっていった中で、今こうピンポイントで見ることだけじゃなくて、もう少し前から見ていくと、やっぱりデータも含めて変わってっていうところは分かるんじゃないかなと思いますと。ですので、まあ、長々話すと動画長くなっちゃうんで、まあ、まだ僕は今日のスタメンは知らないんですが、まあ、僕がやっぱりリバプールに期待したいのは、やっぱりハイペースで、まあ、やっぱりリスクを冒して相手に向かっていくっていう部分をまず期待したいですね。ただ、まあ、今のシティは非常に後ろのやっぱりベースの部分もしっかりしてますし、まあ、その上で、まあ、今日右のサイドバック誰が出るのか、まあ、左右ですね、まあ、ここも一つポイントになりそうですけども、まあ、ジョアン・カンセロがいたり、まあセンターバックのところの持ち出しと、まあ、球の出し方もすごく良くなった中で、まあ、残念ながらケビン・デブライナ出られないんですが、まあ、前節のバーンリー戦なんかもう一回思い返してみると、まあ、ベルナルド・シウバ縦横無尽に、まあ、デブライネがトップ下をやってた時のような形でいろんなところにこう顔も出しながら内側から抜け出して1点目も鋭いシュートをセンターバックの間で受けて、まあ、得点にしっかり、まあ、関わったりしますし、まあ、動かさないポジションと動かしていいポジションをある程度やっぱりしっかり分けた中ですごく流動性もありますし、まあ、ギュンダンも今前に出てく中での、まあ、存在感と、まあ、手を取る腕がすごくいいですから、まあ、リバプール側がどのスタンスで入るのっていうところがすごく試合を大きく左右するなと。で、まあ、勝ち点差が今、7かな7だったと思うんですけど、まあ、シティが1試合少ないですよね。でちょうど2シーズン前のあれは1月の頭だったんですかね、当時はシティ側が7ポイント少なかったんじゃないかな。でそこであのアンフィールドで戦ってちゃう、あの時はエティハドだ、エティハドで戦ってアグエロとリロイ・サネのゴールでシティが勝ってるんですけど、まあ、局面で言うと結構似てるんですよね。あそこでもしシティが敗れていたら、まあ、逆転の優勝はまずなかったですから、まあ、直接対決なんで叩いてリバプールからすると6ポイントなんで、ここでガッとこういろんな意味でもう一回盛り返す絶好の機会だとは思うんですが、どのスタンスで入るのっていうところをまずすごく気にしてみたいと思います。で記者会見では、まあ、アリソン OK、 ファビーニョも大丈夫そうだ、あとはマネがどうなんだって感じだと思うので、まあ、キーパーは戻ってきそうだなと、まあ、あとはセンターバックが誰になるかっていうところも、まあ、すごく重要なファクターにはなってきますよね。で、まあ、マティプはもう今シーズンは難しいって確か出てたはずなので、まあ、そうなってくると、まあ、ジョーダン・ヘンダーソンとファミリオになるのかなと、まあ、現状そこしかないですからね。せめてその2人が後ろに構えた上で、まあ、中盤の3枚が誰になるのかなと、まあ、チアゴ、ワイナルドム、ミルナ、もしくはカーチス・ジョーンズ、まあ、個人的には、まあ、カーチス・ジョーンズも見たいなとは思うんですけども、言っても今のマンチェスターシティは非常にまた洗練されて完成度が高くて、まあ、どの局面でも質が高いパフォーマンスを続けてますから、ずっと負けてませんからね。
で僕も11月から、まあ、たまたまなんですけど11月からの両チームの戦績をブワーッとまあ書き出していろいろ見てたんですけど、やっぱりマンチェスターシティは失点も非常に少ないですし、で、まあ、何よりずっと勝ち続けているっていうところがすごいなと。で試合数は実はクロップ監督がまあそのスケジュールのこと言ってたんですけど、試合数はシティの方が多いです。で特に、1月はシティが9試合じゃなかったな。でリバプールが、7だったと思うので、だここは実はシティの方がカップ戦をずっと勝ってきましたから、あんまりローテーションせずに来てしまったんで、まあ、だからこそデブライネが怪我をしてしまったっていうのは僕は非常にがっかりしたんですけど、どうしてもペップ・グアルディオラ監督はどのタイトルも本気で取りに行きますから、まあ、ちょうどあのビラ戦の前が確かバーミンガムとの、カップ戦だったと思うんですけど、まあまあそこは使わなくてもいいんじゃないっていう試合でも、まあ、起用をして、まあ、結果あのビラ戦の、まあ、素晴らしいロングカウンターの時のスプリントでハムストリングをやってしまうという、まあ、なんか毎シーズン見てるなっていう感じの怪我なんですけど、ただまあデブライネが今いなくても、まあ、他の選手が非常に流動性を発揮しながら、まあ、ベースがしっかりしたチームの上で躍動してますので、まあ、あとはシティガーっていうと誰が出るのかなと、まあ、ベルナルは決まりなんでしょうし、ママグレーズも非常にいいんで、あとはまあスターリングなのかフィル・フォーデンなのか、まあ、ここは意見分かれそうですよね。今のスターリングがどれぐらい、まあ、シュート合わせるところはいいところまで入ってますけど、まあ、持ったところからもしくは抜け出しのところでどれぐらいしっかり仕事ができるかっていうのは、まあ、今のスターリングで考えたときにどうなのかなっていうところはちょっとありますから、まあ、そこはすごくスタメンのところも気にして今から楽しみにしております。まあ、リバプール側があの今シーズンの一つ目の試合だと 4-2-3-1 でありましたね。あの時はジョタが右の中盤に入って、まあ、ほぼほぼジョタらしくないようなプレーでこうずっとこう続くことになるんですけども、まあ、でも時にはリバプールも少しプレスの形を変えたりとか、まあ、全体のスタンスを変えるってところが必要なんじゃないかなっていうのは、例えばあんな試合でも出てると思います。でプレッシングもどうしてもサラのこう外切りからの部分はもうどこのチーム分かってますから、まあ、そこをうまくこう内側から回避される部分も出てきてたりしますし、だプレッシングのところも、まあ、自分がこうずっと見てきた感じだと基本的にはもう同じですね。でリバプールの場合はマンチェスターシティとちょっと違うのは、まあ、ボールをこう高い位置で、ね、回収もしくは奪いに行けないときに、まあ中盤までスッと戻ってブロック作るとか、ここでも取れなかったらゴール前までゾーン1までサッと戻ってしっかりスペースを埋めたところからもう一回ボールを全体として奪いに行くっていうところは、今の両チームで比較するとちょっと違いはあると、開きはあると思います。それぐらいシティはまた進化をしたと思います。以前はもう少し昨シーズンまではもう少しやっぱりボールをもう何としてでもすぐ奪い返したいということで、もうどんどん奪い返しに行った結果、ちょっと自分たちの距離が空いたり、今ボールホルダーに対するアプローチがずれて、そこからもう打開されるというところが出てたんですけど、まあ、ボールの持ち方ももちろん改善してるんですけど、ボール奪われた瞬間の、まあ、最終ライン含めたトランジションの意識と実際の対応と、あと奪えなかった時の組織のやっぱりこうリオーガナイズですね、そこがすごく良くなったと思います。ですから、まあ、まだ13失点なんですけどね、今シーズンは、まあ、1試合少ないんで今21試合かなで13失点で、レスターに5失点した序盤の戦いがあるので、そこだけ考えるとだいぶ少ないと、まあ、レスターと、スパーズに計7失点ですから、あとの試合で6失点しかしてないんで、まあ、これは驚異的ですよね。2試合で7失点だから残りの19試合で6失点ですから、まあ、これはすげえなと。まあ、得点はなかなか最初取れませんでしたが、ここに来てどんどん取れるようになってますし、まあ、なんて言ったってその球持てなくてもしっかりゲームコントロールできるようになっちゃって、で攻撃はスペースがあるうちにこのシティの方がどんどん早く攻めるっていうところも取り入れ始めてますから、まあ、チェルシー戦なんかはクラのチェルシー戦なんかそんなことがすごく出てるんですけど、マンチェスターシティもペップグラディオラもどんどんやっぱり変化して進化してますよね。これが世界のトップのフットボールなんで、まあ、皆さんにはぜひそんなところを意識して今日も自分と一緒に見てもらえたらなと、思っております。せっかくなんでこの動画はひょっとしたら先に出したかもしれませんが、まあ、スタメンをしっかり見て、スタートする時の配置を見て、まあ、リバプールにちょっとぶん殴りに行ってほしいなっていう、まあ、僕なりの期待はあるんですけど、まあ、今のそのクロップ監督の考え方、会見での言葉、
まあ、そのパスの成功率っていうのはもともと高くない流れ、リバプールは相手を凌駕してきた部分はあるんですけど、今は逆に言うと保持率が高くて、まあ、パスの成功率も上がってるんですが、まあ、上がってなくてもボンの行く先で自分たちがまた数的優位作って相手を囲んでしまうとか襲いかかるってところでもチャンスを作ってきたチームなんで、まあ、僕は個人的に今日はそういった部分をちょっと見たいなと。あとは、まあ、リバプール側でいうとボール取れなかった時にどれぐらいきちんと最終ラインもラインを早く止めすぎずに守備ができるのかなっていうところをちょっと見たいです。あとはチアゴの場所と、まあ、チアゴに対する周りの選手の、まあ、サポートだったり飛び出しだったり、やっぱりね、どの試合も序盤に結構長めのボールで背後抜け出してってところでチャンス作れたりしますから、リバプールは。そういう意味ではブライトン戦もヘンダーソンから、ね、あのサラーが飛び出しがあったりとかね。で前回 の, あのリバプールとあマンチェスターシティとリバプール、ね、今シーズンの 1-1 の試合も一番最初にあれは確かアレキサンダー・アンドルドからピョンって1本長いボールが出まして、あの時は多分フィレミノなんですけど、完璧にあのオンサイドで抜け出して惜しいって場面もありましたね。リバプールは、まあ、この前のスパーズ戦もそうですけどね、まあ、長いボール使うってことは、まあ、行く先々でコンパクトネスは失われるところはありますけど、まあ、そこも含めてリバプールは走って圧縮して上回ってきたチームなんで、まあ、僕はやっぱりそこをもう一回見たいなと。でそうだとしてどれぐらいマンチェスターシティが自分彼らが今見せているバランスをしっかり保ちながら4局面でしっかりコントロールしたプレーができるのっていう、リバープールにはもう少しやっぱりこうゲームを僕はまあ動かしに行ったり、ある意味バランスを破壊しに行ってほしいんですよね。でそれをシティ側がどのようにっていうところで見ていきたいんですが、ひょっとするとマンチェスターシティの方がよりプレッシングを行ったり、まあ、カウンターが早い可能性もありますし、あまあここ最近のリバプールと対戦した時のマンチェスターシティはあんまりこう早く出すぎずに、逆に少しボールを持たせたところからカウンターで昨シーズンの2試合目も、まあ、あれは優勝決まった後ですけども 4-0 で勝ってたりしますから。でその前の 1-3 の試合はリバープールはもう駆け抜けるような攻撃でドドドドンって前半で3発持ってきましたんで、まあ、あの展開はシティからすると嫌なんじゃないかなと。ですのでやっぱりコントロールしたい、でコントロールしたいシティとコントロールしたいリバープールになってると思うんですけど、同じコントロールでいうとシティの2分もやっぱり分があると思いますので、同じ領域で考えると僕はリバプールにやっぱり破壊しに行ってほしいですね。やっぱスパークしてほしいですし、スプリントを使って圧縮してほしいですし、でケレル選手がいるのでケレル選手をしっかり使いながらスペースをやっぱりどんどん攻撃してほしいですね。で残念ながら、まあ、南野はいなくなってしまいましたけども、南野はね新しいクラブで点も取りましたので、まあ、それはまた一つ良いニュースだと思いますが、まあ、控え選手がどれぐらい両チーム効果的な働きができるのというところも含めて、まあ、本当に目が離せない試合になると思いますので、これも皆さんどうぞよろしくお願いします。先にこの動画を出してしまうか出してしまうかもしれません。大した話はできませんでしたが、もう少しで打造につきますんで、ひとまずこれで終わろうと思います。それでは皆さん今夜の中継もぜひ、今日は野村さんが実況ですが、まあ、我々と一緒に楽しんでもらえたなと思います。それではこの動画はこの辺りで終わります。最後まですみません、お付き合いいただきありがとうございました。今夜の中継もよろしくお願いします。